うん、このお話では栃木県の男性きり丸さんからいただいた亀、兵庫県の男性たけしさんからいただいた玉手箱などのキーワードを参考にさせていただきました。ありがとうございます。では AKB48 の私たちの物語番外編ドラマパート2、ノーと言えない浦島太郎、スタートです。ここはうららかな春の日差しが降り注ぐ海辺、心地よい波の音が辺りを包み込んでいます。砂浜を一人の若者が歩いてきます。よいしょよいしょ、ふう、みんなに誘われて釣りに行ったけど全然釣れなかったな。この男、名前は浦島太郎。元来人に流されやすい性格で、誘われると断ることができません。本当は幼い妹の面倒を見なくちゃいけなかったのに、ああこれお母に怒られるな。浦島太郎がふと見ると、痛い痛い、やめろ。わあ、カメカメ、のろまなカメ、お前なんかこうだ、えい、痛い痛い。ああ、カメがいじめられてる。でもな、関わり合いになるとろくなことがないから、そっと逃げよう。あ、ちょっと太郎さん、太郎さん、ちょっと待って。カメはいきなり浦島太郎に助けをこいました。覚えてねえですか、足はあれでやんすよ。昔太郎さんが無理やり祭りの夜店で買わされた緑亀でやんすよ。めっちゃでかくなったんで捨てられた緑亀でやんすよ。ああ、あん時のあの亀か。助けておくれよね。おい、お前、この亀をどうしても助けてほしかったら金をよこせ。え、今いくら持ってる？いや、おいらは別に。浦島太郎は断ることができずに、あっという間にお金を取られてしまいました。太郎さん、ありがとうございます。足を助けてくれたお礼に、めっちゃすげえとこ連れて行くでやんすよ。いや、いいよ。なんかさ、その話昔じいちゃんから聞いたことあんだよね。あれだろ、帰ってきたら知ってる人誰もいなくてすんごく年取っちゃうっていう。さあどうかな、昔のことは足知らねえでやんす。さあさあ、足の甲羅の上に乗ってください。いいって。いいから。いいって。まあそう言わずに。ほんといいんで。早く乗れ。はい。こうして竜宮城に連れて行かれたノーと言えない浦島太郎の運命は。AKB48 の私たちの物語番外編第184話、ノーと言えない浦島太郎。浦島太郎、小田奈々、亀、鈴本美優、いじめっ子乙姫、今泉結衣、ナレーション山寺宏一、原案今泉結衣、小田奈々、鈴本美優、脚本北坂正人。ここは海の底の竜宮城。浦島太郎は亀に連れられて奥の間にやってきました。いや、ほんとマジですぐ帰るからね。やばいんだって、おっかあに怒られっから。妹の世話とかあるしさ。はいはい、分かってますって。足に任せてくださいな。今から乙姫様に会っていただくでやんす。乙姫？いやいや。さあ扉を開くでやんすよ。どうも、いらっしゃい、乙姫です。どうも、浦島です。勇気ありますね、わざわざ海の底まで。いや、勇気とかそういうんじゃないんで、ぶっちゃけ脳が言えなかったからっていうか。面白いお方、どうぞゆっくりなさってくださいな。それ皆の者、浦島さんを手厚く接待してくださいな。こうして浦島太郎の前には食べきれないほどのごちそうが運ばれました。うわ、やべ、このラーメンマジうまそう。さらに
美女たちが踊りを見せたり、乙姫がお笑いに挑戦したり。はい、みんな、海の中に男が何人いるか知ってる？そう、35億あと5000万人やばい、ウケる。あっという間に時間が過ぎていきました。なあ、亀くん。なんでやんすか、浦島さん。そろそろやばいんで帰るよ。そんなこと言わないでくださいよ。そうですよ、まだいらしたばっかりじゃないですか。いやいや、かなり経ってるっしょ、時間。もう少しいいでやんす。いや、そうかな、もう少しか。あれなんだよな、おいら弱いんだよな、強引な説得に。自分がノーって言って周りがしらけるくらいなら我慢しようかなって。我慢だなんて、楽しめばいいんですよ。でもなあ、おっかも心配だし。まあまあ、いいからいいから、大丈夫大丈夫。そんな風に何度も何度も説得されるたび、浦島太郎はノーということができませんでした。いいからいいから、大丈夫大丈夫。やがて浦島太郎に大変なことが起こりました。鏡に映った自分の姿がおじいさんに見えたのです。なんじゃこりゃ、髪は真っ白、髭も真っ白、腰も曲がっとる。大慌ての浦島太郎でしたが、それでも亀と乙姫は、いいからいいから、大丈夫大丈夫。いや、いい加減戻るって。もう少しもう少し。いや、もうおっかさんや妹さんのことは忘れるでやんす。そうですよそこで浦島太郎は思いました。え、お母や妹を忘れるなんて。忘れるでやんす。忘れなさい。いやだ。ゆっくりしていくでやんす。いやだ。まだまだギャグやりますよ、私は。いやだ。さあ、ゆっくりしていきなさい。おいらはいやだ。いつの間にか浦島太郎は懐かしいふるさとの海辺に倒れていました。彼はすっかりおじいさんになっていました。ん？あ、おいらは一体。ん？彼の目の前には玉手箱がありました。中に何が入ってるんだろう。それを開けると、白い煙が出て、彼はあっという間に元の浦島太郎に戻りました。どういうことだ。こうして浦島太郎はノーという大切さに気づき、ちゃんと誘いを断れるようになったということです。おしまい。でも、いや、面白かったな、竜宮城。